グループブラックピンクと歌手ジェシのスリーショット写真が公開された。ジェシは11日に個人 SNS を通じてジェシブラックピンクインユアアーヤーのコメントとともに写真を掲載した。写真にはジェシとブラックピンクのジス、リサが華やかなステージ衣装を着て堂々とポーズをとっている姿が写っていた。3人の仲良しな姿が視線を集めた。また別の写真ではジェシが発売した曲ヌーヌナナの振り付けを真似する愉快な姿が撮られていた。3人の可愛い魅力が感じられる写真であった。ジェシは現在 MBC 遊ぶなら何する?で払い戻し遠征隊として出演。多くの視聴者から好評を得ている。FX クリスタル、H&エンターテイメントと専属契約。女優チョン・リョウォンやソイヒョンなどが所属。ムンガヨン・アストロチャウヌ・ファン・インヨプ、TVN 新水木ドラマ女神降臨の台本リーディング現場公開。BTS、防弾少年団の一部の中国ファン、2020版フリートアワード受賞の感想を聞いて AR 前脱退宣言まで。米韓の関係発展に寄与したことが認められて受賞。今年は朝鮮戦争70周年で、我々は米韓両国が共に経験した苦難の歴史と多くの男性、女性の犠牲を永遠に忘れないという感想の苦難の歴史の部分に起こって反論。中国ネットユーザーの言い分。朝鮮戦争当時、中国の軍人の犠牲を無視している。国家の尊厳に関する事項は絶対に容認できない。BTS は以前もインタビューで台湾を一つの国家だと認識していた。サムスンはスマートフォンギャラクシー S20 BTS エディションをきれいになくせ。